うちの旦那は、親とうまくいってない。出来のいい義兄が家庭の中心で、平平凡凡な旦那はみそっかす扱い。その義兄が精神的に病んで、家に引きこもるようになってからは、なおさら義実家に寄りつかない。義両親も義兄にかかりっきりで、うちの旦那のことなんて、眼中にないらしいし。夏の帰省時期も、何度か私から聞いたけど、行かなくていい、って言うし。向こうからも、どうするかなんて聞いてこないから。もう8年くらい、顔も見てないし、声も聞いてない。それを聞いた弟嫁が、じゃあ、うちもそうしよう。にゃは。と言って、弟と大喧嘩したらしい。うちに電話してきて、お姉さんは嫁の苦労してないのに、不公平です。と怒ってた。夫くんに言ってやってください。というので、いいよ。じゃあ、今あなたが住んでる家は、私名義のマンションだから。そこから出てくれるってことだよね。旦那の実家と関わり合いたくないってことは、メリットもデメリットも受け入れたくないってことでしょう。ついでに、めいちゃんの習い事のお月謝も、母さんに出してもらってるらしいから、それも断ろうか。来月のワイハーの旅行もなしね。キャンセル料は、手切れ金としてこっちで払ってあげるね。と言ってガチャ切りしてやった。あいつはアホだ。あんな女と結婚した弟もアホだ。もともとアホの子で、多分、にちゃんか小町あたりに感化されただけだと思うので、謝ってきたら許すよ。あんなんでもめいちゃんの母だし。連絡来たのが昨日で、まだ何も言ってこないけど。そろそろ、弟から連絡があるんじゃないかな。逆ギレするようなら、マンションとワイハーは実行する。めいちゃんのお月謝は、母の管轄なので知らん。さっき、弟から、謝罪の電話が来た。最初に、悪気はないんだって言ったらぶっ飛ばす。と言っておいたら、しどろもどろになってやんの。今度の休みに、夫婦揃って謝罪に来いと言っておいた。ハワイは、父の二度目の退職祝いで行くことになってます。仏心を出して、弟夫婦を連れて行こうと思ったのがバカでした。両親も、めいちゃんと一緒に行くのを楽しみにしてるので、あまりきついことは言いたくないけど、発言があまりにもアホなので。金を出してやってると、恩に着せるつもりはないけど、節度を持って付き合ってほしいなと。弟嫁のアホ発言は、今までも何度かあって。嫁ラブのアホ弟が、悪気はないから許してやって。とかばうので、先制パンチでした。ちゃんと目を見て謝らないと許さない。と言っておいたので、次の休みには家族で来るんじゃないでしょうかね。その態度で今後の対応は考えます。弟は無職じゃないよ。弟嫁は専業主婦だけど、マンションは私名義で買ったけど、結婚で住めなくなったので、格安家賃で弟家族に貸してる。弟嫁は両親がいないので、うちの親は、その分可愛がってあげないとと思ってるのかも。孫が、めいちゃん一人なのもあって、両親や私たち夫婦が、甘やかしてるのはあるな。反省した。そのうち、私らも、弟たちに面倒をかけることもあるかなっていう、いやらしい心があるのも事実だけどね。貧乏な親戚に援助するのはいいけど、乞食に育てちゃダメだよ。心に刻んだ。弟夫婦も、貧乏ってわけではないのよ。その年齢にふさわしい年収はあると思う。ただ、子供が一人だけっていうのもあって、学費やら習い事やら、お金はあるに越したことはないかなと、貯金に回してもらえたらと思ってのこと。二人目を作るつもりはないようなので。でも、あらゆる可能性を考えて、将来のことも考えたいと思いました。